ユーストリームを使って全世界に向けて発信、森本さやかのメントーク。はい、今週も始まりました、森本さやかのメントーク、司会の森本さやかです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この番組はラーメン屋さんの独立開業秘話とこだわりの一杯を紹介するラーメン番組です。個人の独立開業を支援するトラナビの提供でお送りいたします。公開生放送番組ですので、番組の観覧ができちゃいます。こちらの場所は渋谷のセンター街になります。1階が金田丸というラーメン屋さんの入ったビルの5階になります。公開収録の観覧には観覧料1時間1000円です。お近くの方は今からでもどんどん遊びに来ちゃってください。チャットに参加してくださっているひろみさん、いつもありがとうございます。こんにちは。はい、今ご覧になっている方もぜひユーストリームにログインして質問などどんどん書き込んで参加してください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、本日の、森本さやかのメントークのオーナー店主を紹介していきたいと思います。今週はメンバー流れ星より貝原船長です。よろしくお願いいたします。はい、ひろみさんがね、こんにちは G って来てますけども、ボスのね、そう、そちらの G っていう、これは、はい、昔野球やってた時の、はい、オーダーした、はい、キャップで。そうなんですね。ラーメン屋さん一切関係ない関係ないですけども、な、流れ星と、はい、お店、野球チームがギャングスターズっていうチームだったんで、そのギャの、はい、ギの G みたいな、はい、なるほど。じゃあもう長年、ね、大事にされてるわけですね、はいはい、そうなんです。そして本日のゲストがですね、ゲストさんがですね、株式会社なんと G ワークスの代表の伊藤武英さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、ちょっとこれは偶然と言っていいんですか。偶然ね、なんか G つながりで。そうなんですよ。よろしくお願いします。ちょっと伊藤さんにかぶってもらった方がいいんじゃないですか。ねえ、って感じの G ワークスという会社で、はい、よろしくお願いいたします。はい、そして本日のメンガールは、今日4人来てくださっています。本日は森見春奈ちゃん。はい、ラーメンの先週4杯食べました。そう、すごい。あ、4日間で。はい、あ、そうか。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして石田奈々穂ちゃん。はい、石田奈々穂です。ちなみに今日も酔っ払ってないんで、はい、これが素なんでお願いします。ちょっとやめてくださいよ。飲んでないんで、はい、飲酒で仕事はやめてくださいよ。よろしくお願いします。新しくね、来てくれた面がある石川かほちゃん。はい、石川かほです。初めてなんですけど、ラーメン好きなんで、お願いします。今ラーメン好きなんでって聞こえたんだけど、どこ出身なんですか。埼玉です。あ、一緒。やだ、一緒だ。よろしくお願いします。はい、そして、及川まさみちゃん。はい、ラーメンが好きすぎて、はい、ちょっと髪の毛にラーメンつけてきちゃった。いや、ほんとだ。なんかさ、結構太縮れ麺みたいな。あ、でもいい感じです。あれ美味しいんで。美味しいんで、やっぱ意識してきました。あ、そうなんですね。じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、ね、ワイワイとギャルたちが、女の子たちがいっぱいいますけども。そうですね、はい、予想だにしてない展開。そうですよね、女5対2ですからね。まあ負けずに頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日はメンバー流れ星より貝原船長に来ていただいたんですけども、貝原船長って呼んでくださいってまず来たんですけども、船長はなぜですか。船長は、はい、ちょっとやっぱり新しく僕キノコのラーメンをやってるんで、はい、そうなんですね、はい、はい、なのでもう新しくラーメン屋だけど船長にしようと、うん、もうこれから新しく船を出して、なるほどね、このラーメンを軸にやっていこうっていう思、はい、いで。なるほどね。本物の船は出たんです。船は、お店が船です、はい。お店が船なんですね。なるほど。そんなお店はどちらにあるかというと、東京都なんですよね。そうですね。一応南の方なんですけど。大田区。はい。大田区です。あ、ちょっと、はい、さっき写真、お店の前の写真見たんですけど、うん、昨日東田っぽいんですよ。あ、本当。まあ、そこだけの。ところ見るとちょっとわかんないんですけど、なんか絶対通ったなみたいな。はい、あ、本当。大丈夫、今日の環八通り沿い。あ、駅で言うとこちら京急蒲田がそばで、環八通り沿いを羽田方面にちょっと行ったところ。そうなの。歩きましたもん。あ、本当。それそれね、2回目。なるほど、まあ、近いということですね。はい、そうなんですね。これが船です。あ、これが船。
いいですね。メンバー流れ星は開業して何年になるんですか？来月の12日で、2周年になります。うわ、ありがとうございます。おめでとうございます。すごいですね。はい、デイドリームラーメンマンさんがですね、ルフィって来てますけど今話題でね。そうですね、ワンピースも大好きですね。あ、やっぱ大好きなんですね、はい、皆さんやっぱり言われますね。そう、はい、そうですね、はい、このね、こちらに今ちょっとあのメニューがあるんですけども、こちらのメニューもまた可愛くっていいですか？こう地図になってるんですか？そうですね、なんかこう、まあ、お店もマリンっぽく作ってるんで、あ、そうなんですね、はい、店内の装飾だったりとかを、はい、おー、まあ、メニューだったりもこういう感じで。すごいですね。そうなんですよ、ブログを拝見させていただいたんですけども、あの多分店員さんの方がブログを書かれてるのかな。そうですね、店員は、はい、あの船員と呼んでます。あ、そうなんですで、その船員さんがもうブログに船長がみたいな、はい、普通に書いてるので。そうですね、ねえ、それもオープン当初から、はい、もうずっと船員もしくはクルー。クルーいいですね。もうちょっと成長してくれたら、もうやっぱ副船長っていう、はい、そうですよね、あの格上げされるわけですね。そうですね、なるほど。もう一個船出したいですね。いいです。あ、もう早速に2店舗目ですか？船を出したい。あ、船をねなるほど。じゃあそんな、船長なんですけども、はい、まずは独立のきっかけなんかを聞いていきたいと思うんですけども、はい、はい、まずは独立のきっかけとかはあったのでしょうか？元々、そうですね、はい、まあ、元々僕はラーメンそんな好きじゃなかったんですけども、そうなんですか。出身が石川県で。石川県なんですね、はい、こっちの方に大学進学でやってきて、初めてアルバイトしたのが、はい、新横浜のラーメン博物館で。ラーメン博物館、はい、もう、 うまいあそこでアルバイトしてると、どこででもまかないを当時食べてもいいっていう。そんな特典があったんですか？はい、もう、例えば違うお店で働いてても、そうです、ね、あそこのまかない食べたいと思ったら、お疲れ様ですって挨拶すれば、はいはい、忙しい時間じゃなければ、あのそういうなんか皆さんで仲良くやってる、なんかいいですね。じゃあいいじゃん、みんなでファミリーみたいな温かさを。もう本当にそこからもうどんどんラーメンにどっぷりどっぷり使っていったわけですね。今、はい、あの麺ガールの七穂ちゃんがただただって聞いてた一生懸命仕事してれば、はい、もちろん横浜全部のお店が食べれる。いや、新横浜のそのラーメン博物館の中に入ってる。ああ、ごめんなさい、ちょっと横浜を歩いたらおうみたいな感じで食べに行けようみたいな、なんかそんなね、サービス精神ある店が今の時代あるかっていうのをたまに無視して行ってもいいんで、はい、なるほどね。でそれが18歳とかそのぐらいの時ですよ ね、 そうですね、もう大学1年の時に、通いながらバイトしながら、はい、まかないをいろいろ食べながら、もうまかないというかもう、もう好きなラーメンになっちゃって。そうなんですね。その時って何系のラーメンというか、はい、お店の名前とかも言っても大丈夫ですか？そうですね、はい、どちらで。あ、まあ、今は北九州の久留米にあるカイリュウさん。おー、はい、もう豚骨のすごいすごい結構ドトンコツのラーメン。ドトンコツいいですね、はい、ドトンコツ、はい、そちらでバイトをされたわけですね。初めて、はい、そちらは期間でいうとどれぐらい？1年ちょっとぐらいですね。あ、1年ちょっとぐらい、はい、まあ、なんか弟子入りみたいな感じで。いや、もう本当アルバイトで雇っていただいて。もうすごい謙虚すごく謙虚に本当に。なんでそこでバイトしようって、もうたまたまだったんですか？いや、もう本当たまたま、大学生初めて県外からやってきて、はい、もうとりあえず食いっぱぐれないように飲食店でバイトしようと思ったのが、はい、たまたまラーメン博物館だったんで。そうなんです、それが運命のね。そうですね、出会いになったわけですよね、はい、今となってみたら、ね、幸せですね。わー、いいですね。そちらでじゃあ1年ちょっとバイトして、はい、それからは？それからもずっと、はい、まあ、同じラーメン屋さんでやっぱりかっこいいラーメン屋さんいっぱい見えてきたんで、うーん、まあ、僕は一風堂でアルバイトしたいなと思って。お、一風堂で、はい、それから大学卒業までは一風堂でずっと。そうなんですね、はい、じゃあそちらでもう博物館で1年を経て、はい、その一風堂で、はい、のアルバイトを、はい、どれぐらいされたんですか？そうですね、2年半ぐらい。2年半、はい、こちらもアルバイトですか？そうですね、ずっと。いや、もう大学通いながらだったんで。ああ、そっかそっかそっか、はい、アルバイトアルバイトしながら学校終わって、はい、夜の時間帯ですか？はい、そうですね、はい、夜からラストまでとか。ラストって結構ラーメン屋さんにもよるけど、夜中のね1、2時とかまで。そうですね、まあでも1時ぐらいが多かったかもしれないですけど、うん、そうなんですね、うん、で1時までバイトして帰って2時とかじゃないですか、うん、で次の日朝から学校行くんですよ、ね、学校は、はい、まあ楽しみに行ってた感じがあってなんかいいですねそれラーメンを作るのをメインにして、はい、学校はあの最低限
はい、まあっていう感じで、あの単位が足りるぐらいにみたいな感じですか。はい、はい、もうずっと19、20歳ぐらいから、うん、もうラーメン屋やりたいなっていうのは思い始めたので、そうなんだ。ラーメン博物館だったり一風堂でバイトしてる時に、そうですね、はい、そうなんですね、はい、その時にあこの人の背中とか尊敬する人に会ったとか、そうですね、やっぱ一風堂の本当僕を教育してくれた、うん、あの店長さん、皆様には感謝してます。お伝わってるのいいですよね、はいはい。そうですね。そうなんですね。はい、でそちら一風堂で2年ぐらい、2年半ぐらい、ね、はい、アルバイトをされて、はい、その時にもう見て見よう見まねじゃないですけども、そういやいやもう全然一風堂の仕事を覚えるだけで、はい、あの一風堂の仕事やってるだけで、はい、やっぱりあのギリギリだったんで、まあ、プラスアルファ何かやったかっていうと大学4年の時に。はい、学園祭で同じアルバイトしてた子と一緒にラーメン作ったっていうのくらいかもしれない。あ、学園祭で何ラーメン作られたんですか。はい、して醤油、どうだったんですか、人気というか。本当に楽しかったですね、はい、自分の作ったラーメンがこういう風になんか食べてもらえるって機会があるっていうのは、ね、野球はもうやってないんです。野球最近はやってないですね。全く関係ないみたいな。本当話す話おるよね。いや全然、でも今も大好きです。野球やりながらラーメン食べて。最近は今ここ座る、ここ座る、番組進めていく。すいませんね、本当に笑ってごまかしてくれてるよ、本当に。5分黙ってきます。いやなるほど、ほら何の話してるか教えてくれないか。学園祭でラーメンをね、はい、みんなにもその時にも食べてもらう喜びをね、はい、その時も知ったわけですよね、はいはい、すごいな、そっか。でその時にもうラーメンのもうその時から作り、いつから作れるようになれるんですか、バイトして。だっていつでも、ね、あじゃあラーメン作ってみろみたいなならないですよね。そうですね、でまずはあの、うん、まあ、その博物館の時から、はい、まあ、ちょっとずつ作らせてもらってたとこはあったんで、一風堂さん入っても、まあ、ある程度、まあ、洗い場とかそういうのを覚えてから、はいはいはい、まあ、やらせてもらえるように。そうなんですね、はい、なるほど。そして、まあ、独立のきっかけなのでそこで一風堂でバイトをされてからどうされたんですか。うん、そうですね、やっぱり一風堂の店長がやっぱり、皆さんラーメンだけ作れるんじゃなくて、はい、結構他の料理だったり、あの、まあ、一風堂で豚骨のお店ですけれども、はい、他のラーメンだったりとかも作れる人が多かったんで、はい、僕には全然実力不足だなと思って、今独立するのは全然お金があっても度胸があっても全然できないなっていうので、はい、ちょっと他の居酒屋さんとかあのバーとかを、卒業してから3年ぐらいいろんなところ他の飲食業っていうことでラーメン以外の、はいはい、バーだったりとか、はい、そうなんで、ね、そこでまたアルバイトをしてっていうことですか。そうですね、はい、その期間が約3年、はい、そうなんだ。そこではだってラーメン屋さんじゃないから、そうですね、こっちの腕よりもそういった他のおもてなしだったりとか、はい、あの、まあ、揚げ物焼き物だったりとか、うん、まあバーではピザソースとか、おお、まあ、ちょっと変な感じでレバ刺しとかハツとかそういうのもさばいたり。食べました。別に聞いてないみたいな。そうなんですね。でもお酒も作ったりとかもバーだからね、はいはい、されてたんです。やっぱりいろんな料理作れるようになって、いろんな飲み物だったり、うん、お酒の知識とかもあった方が、独立した時にやっぱり幅が広い方が役に立つなと思って。なるほどね。ただ単にバイトしてたってわけではなくて、その先の目標のためのアルバイトだっていうのをちゃんと自分の中で、そうですね、まあ、なんだろう、計算というかね、勉強ですし、ね、そうですよね。すごくね、どうですか、同じね代表さんとして。いや、すごいですね、はい、なんかいろんな仕事してきたんですけど、はい、まあ、やっぱり、ね、なんか共感するところもあったり。おお、やっぱそうですか、はい、それであの結構やっぱ先のことを考えて、はい、その若いうちの何年かを行動するっていうのは、うん、できる人って少ないですよね、やっぱり。僕なんかもよくわけも分からず、はい、高校行って大学行って、はい、フラフラして。あ、いや、そんなそんなねえ、ちょっともう本日のゲストさんがですね、株式会社 G-WORKS というところの代表の方なんですけども、簡単に言うと環境事業だったりとか。そうですね、はい、環境の事業をしながら IT とこう融合させて、はい、コンピューターテクノロジー使って、まあ、リサイクルとか、はい、まあ、地球環境にいいことをしていこうっていうような
なるほどね、そういったお仕事をされてるところの代表ということでね。でもかっこよく言うとそうなんですけど、はい、実際はあのゴミ漁って食べてるんですよ。あ、そうなんですか。ゴミ屋さんで食べている。ゴミを漁ってね、はい、ゴミ屋さんめちゃめちゃまたそれはご冗談も。スーパーの前で、はい、みんなリサイクルでこうペットボトルとか捨ててるじゃないですか。はい、あんなやつに僕らポイント機をつけて、でリサイクルするとポイントがもらえるっていうシステム。ありますあります、はい、ペットボトルいっぱい入れてとかね。そうそう、あれ全部タダで僕ら提供して、はい、で集まった資源って、まあ、ゴミをですね、工場の方に売却して、その売却益で会社回してるんで、まあ、あのゴミあさって食べてるんですよ。で、スーパーとかに空き缶を2個集めて1円だけもらえるじゃないですか、うん、はいはい、スーパーも食べてる。 そんな感じです。僕らはスーパーで使えるポイント、そうです、ポイントももらえるっていう。それうちちゃんとやってますよ、近所にある。おうちちゃんとペットボトルとキャップ分けて。へぇ、よくわかんない。それがポイントになるみたいな。なんか紙が出てくるんですよ。紙が出てくるの。いや、紙まあ、ええわと思って、とりあえずでもファインステルのように入れた方がいいじゃないですか。偉いね、なんかその辺にポンポン捨てちゃいそうな。ごめんね、失礼かもしれないけど。そうなんだ、ねえ、まあ、だから結構こう若い子でもね、そういったエコに興味というかね、そうですね、率先してやってる子たちもいるってことですよね。今流行りですよね、今ね。おー、いいです、エコが流行るってなんかね、いいですね、みんながハッピーになる感じでいいですよね、うん。なるほど、はい、これデイドリームラーメンマンさんがですね、ラーメンの鬼、佐野実さんがいるラーメン博物館、ラーメンの神、川原成美さんがいる一風堂で働いてたんだから、ラーメン職人としては貴重な体験ですねって。ありがとうございますねえ、そうなんですね。まあ、やっぱりラーメン界でやっぱラーメン博物館で働くっていうのはやっぱりすごく貴重なね、しかも一風堂でも皆さんつながってるのがあるんで、うん、なんかやっぱり10年前にやってたお店の人たちとかと今でも関わりできたりとかできるのはすごい嬉しいですよね。今でもつながってらっしゃるんですね、はいはい、なるほど、わかりましたね。え、じゃあそれでですね、その先ほど独立のきっかけを聞いてたんですけども、はい、そういった感じであの一風堂でやられて、その後3年間また飲食店でね、はい、アルバイトされて、それその時にはやっぱりもうその資金だったりとか、そういうのもちょこちょこ貯めていたわけですか。はい、はい、定期預金定期預金最低これだけ貯めようっていうのはあったんですか。いや、やっぱまあぶっちゃけ行っちゃえるんだったら行っちゃってください。まあ、不動産借りれる、はい、ぐらい、あの保証金払えるぐらいの資金はないと、あの、まあ、どうしようもできないんで。そうですよね、はい、それがないと何も始まらないですから ね、はい、なるほど。でその間にも預金もして、はい、で3年後そうです、アルバイトが終わってそれから、はい、と最後にもう一回あのラーメン屋さんに、はい、あの戻るんですよ。戻ったわけですね、はい、どちらに。あのそれがもう独立する前のお店で、はい、まあ、川崎にあるんですけど、はい、雷屋さんっていう横浜の家系ラーメン。そうなんです、雷屋さん、はい、なんかね、なんかチャーミングですね雷屋さんっていうそうですか、そちらで、はい、でそこでは何年ぐらいだった。そこで2年半ぐらいですね、はい、結構長いですよね、はい、そこでまた2年半、ね、修行というか、はい、まあ、また一からあの EK ラーメンというものを勉強して、はい、で、まあ、元々そこの社長さんも、はい、あの博物館の時からもあのお付き合いさせていただいてた人だったんで。そうなんですね、はい、だからあの独立するまでっていうことで、うん、あのお願いして、はい、すごい。じゃあもう入った時にはもう僕は独立するんで、それまでお願いしますっていう、はいはい、すごいその熱意はやっぱり買われたわけですよね。いや本当に本当に、はい、なるほど。そして開業に向けてということなんですけども、まあ、今ねずっと、まあ、今話してくださったことは全て開業に向けてのことですものね、はい、そうですね。でそちらに2年半やられて、はい、からその間にも着々と進めてたこともあるんですか。そうですね、はい、やっぱりあの、まあその家系やる前から思ってたことなんですけども、うん、はい、あのまあ、家系で独立するっていうのは思ってなくて、うん、家系のお店でやあのお願いしてて、それは社長にも説明して、あ、ちゃんと前もって、はい、僕は自分のオリジナルのラーメンを作って独立したいっていうことは伝えて、そうなんですね、はい、その時に何かもうアイディアだったりとか。そうですね、その時から、うん、あのまあ、今お店で、はいはい、キノコの旨味が出た、はい、ラーメン、つけ麺、あえそばっていうのをやってるんですけども、あ、キノコいいですよね、はい、椎茸の旨味を特質した、はい、あの
麺料理を出したいなっていうのはそのこのくらいから。キノコ好きなんですか。キノコ、いやキノコは特別好きでもない。あれれれれ。嫌いじゃないけど特別好きでもないんですけど。なぜキノコに。日本人が、はい、やっぱり椎茸の旨味っていうのは和だしによく使われてて、はい、そうなんですね、はい、ご存知でした。はい、先週行きました。本当ですか。はい、こちらのメンバー流れ星さんに、はい、すいません。ちょっと素晴らしい。ちょっと会社がお近くだったりとか。いや違う、前の日に平塚で遊んでて、はいはい、遊んでて終電なくなっちゃって横浜が止まったんですよ。はいはいはい。であ、そういえば来週流れ星さんが抜き打ちですね。初めて知りました。すいません。そうなんですね。そうなんです。いいですね。あ、いい。じゃあもう実際もうお会いしてたわけですね。僕は知ってました。すいません。いえいえ。びっくりですよね。そうですね。今そのラーメンを本日もですね作っていただいて、はい、食べていただくんですけども、はいはい、先日行かれた時は何ラーメンを召し上がるんですか。流れ星、これ はい、普通のラーメンの全部入りみたいな。あ、そうですね。こちらのチーズ状にあるんですけども、のこれですね、流れ星。豚骨の方ですね。なるほど。こちらですね。すごいなんか豚骨なのにね、なんか深みがあってこう。すごくいい感じ。いい感じでした。椎茸の味がして。椎茸の味は分かんなかった。なるほど。上になんかキノコのチップみたいなのが浮いてて、はい、キノコチップ？あれ揚げてある。そうですね。なんかもうすごいなんか香ばしくて。キノコが揚げてあるな、斬新。ニンニクじゃなくて。はい、キノコチップ。生の椎茸としめじ舞茸を素揚げして。はい、加工してま使ってるんですけど、なんかこう和食っぽいなんかイメージがあるんですけど、いやいや、まあ和風テイストの新しいラーメンをやるっていうのが僕のテーマで、はい、そうなんですね、はい、それはもうオープンする前からずっとそうですね、はい、強く思ってたことなんですね、はいはい、そして本日そんなラーメンを作っていただくんですけども、はい、本日作っていただくのは何ラーメンでしょうか。今日作るのは、はい、この夏の、冷やしの限定のおすすめメニューで、はい、淡麗醤油ラベルエクストラコールド。あー、美味しそう。いやー、ちょっとそうなんです。私ブログで、はい、またユニークな名前だなって思って、はい、ありがとうございます。食いついて見てたんですけども。本当ですか。はい、それが本日。あ、私食べれないんだ、ゲストさんだ。もう一回、淡麗醤油ラベルエクストラコールドです。ちょっとエクストラコールドということはやっぱり、はい、ひんやりと。そうです。ひんやりと、はい、今なんでアルコール結構アルコールは入ってないです。飛ばしてあります。当たり前ですよね。すいません、質問に付き合っていただいて。そんな淡麗黒ラベル、醤油ラベル醤油ラベル醤油ラベル、はい、醤油ことですありがとうございます。いいで、そちらをじゃあ作っていただけるということで、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、こちらで、あ、はい、はい、行ってきます。あ、行ってらっしゃい。はい、ということでこちらにお願いします。ね、先ほどもちょこっとお話聞いたら、え、行かれてたんですね。来ました、おもれ、先週。先週、え、じゃあということは早朝ラーメンですか。いや、朝5時まで飲んで、はい、ちょっと寝て。あ、そうか、ちょっと寝て。そうです。で、たまたま給料の支払い日だったんです。あ、なるほど。25日ですね。25日多いですね。で、給料日だから会社行って振り込みしないと、はい、なんかね、社長何やってんだみたいな。それはなりますよ。もう待ちに待った給料日ですからね。社長大丈夫かな。そう、ダメなんですけどね。ダメですよね。飲んじゃってますからね。飲んでます。まあ、それでも朝とりあえず行かなきゃなと思って、はいはい、まあ、お会いするからには食べてないとなと。あ、素晴らしいですね。ここでヒロミさんがですね、はい、淡麗エクストラコールドビールみたいって来てますけどね。あ、そうそう、ビールみたいね。私はなんか多分そのイメージで黒ラベルって言ってしまって申し訳ございませんでしたなんですけどね。まあ、これは行かれた時はありました、メニューに。いや、なかったですね。でも僕、はい、行ったらそこの看板メニュー食べようと思ってて、はい、前そうですよね。そうですね。で、まあ、何がいいかなと思ったんですけど、はい、まあ、とりあえずラーメンから行こうと思って。そうですよね、まあ、いろんなラーメンがある中でも、うん、こちらの流れ星というね、流れ星メニューを召し上がられたわけですね、はい、なんか食べログでもなんかそれがおすすめだった、はい、うん、一押しみたいな感じで、
あ、そういうのも前もって事前に調べていかれたんです。そうですね、素晴らしい。まあ、それ置いといて、はい、無事にご給料は給料あの払ってあ、そうです、はい、払ってすぐ帰りました。すぐ帰ったの。ちなみにあの社員さんとかっていうのは何人かいらっしゃるんですか？今会社何個やってるんですけど、いつも4人でやってます、ね。そうなんですね、はい。その4人っていうのはどうやって集まった4人というか、最初は一緒に会社を立ち上げようと思って、はい、あの韓国人の女の子と2人で始めたんですけど、そうなんですね、はい。それはどんな出会いだったんですか？はい、合コンとか言わないでくださいね。そうですね、友達の紹介。ああ、でも、まあ、でもそういったことも縁、どこで縁があるかわからないですもんね、うん。そうなんです。でそこで出会った女の子 と2人で会社始めて、はい、最初3人だったんですけど1人辞めちゃって、はい、で同じビルのフロアの隣の会社の男の子が入ってきて、はい、そんなことってあるんですね。たまたま同じようなお仕事内容だった。いや全然別なんですけど、ま、漫画作ってた。そうでしょ、全然違うじゃないですか。え、漫画作ってた男の子が会社に入ったんですか？そうです、そうです。なんでまた意気投合ですか？そうですね、なんか縁があったんですかね。そりゃ縁がなきゃね、一緒にはいないですもんね。じゃあ一緒にやっていこうよみたいな感じで、うん、で増えて増えて、はい、面白いなんか出会いな感じで、そうですね、いろいろと集まってるんですね。え、もともと伊藤さんって何されてたんですか？僕も大学の時に、はい、あのスポーツ選手やってて、車のレースやってたんですよ、ずっと。ご自身が？はい。え、本当ですか？そうなんです。何レースですか？あの最後はスーパー GT って言って、出ますよ、GT ですか？そう、 GT 出てたんですけど。マジっすか？すごい。私一時あのフォーミュラー日本とかをちょっとお仕事で携わらせていただいてたので、F ポンはね出て、はい、出れなかったんですあれは日本の最高峰って言われてるレースですよね、F ポンは。でも GT にもね、そんなね誰でもレースが好きだからって出れるものじゃないじゃないですか、本当にね、うん、あの厳選された方。いや、そんなことないですけどね。いや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 、本当に本当に。もう運転はじゃあもうお好きで？いや、そうでもないんですよ。ちょっと本当ですか？いや、本当スリルが好きとかね、あの、はい、船長も、ね、ラーメンが最初好きじゃないって言ってましたね。キノコもって言ってました、おっしゃってましたもんね。そう、なんか仕事にするとあんまり、うん、なんか昔はねドライブとか楽しかったんですけど、そっかそっか、運転が仕事だった時期があったわけですもんね。そうです、そうです、すごいですよね。でもなんか職業とかって2番目に好きなことを、うん、仕事にした方がいいとかって言いません？あー、そうですね、それぞれの考え方ですけど、そういった考えもありますね。私も聞いたことあります。ありますよね、うん、一番好きなことを仕事にするとっていう考えの方も中にはいらっしゃいますよね、うん。まあまあ、でもでもでも、うん、まあそうなんだ。え、その時あと車とかも怪我とかされたり？怪我はね、なんか若い時はしてましたけど。若い時はやっぱあるんですね、うん。ひろみさんがですね、モータースポーツ選手お金かかりますよね。いや、私もそう思うんですよ。そうですね、はい、だいぶいろんな会社にお世話になりましたけどね。あ、出してもらって。そうなんですね。だってあのレースをするっていうのは、車だって一回事故ってしまったらもう何千万の、うん、何百万かな、うん、まあまあその結構しますよね。ですよね。飛んじゃうわけじゃないですか、はい。すごいことですよ ね、 ね、よくやってましたよね。よくやってました。実際やられてたわけですからね。そっちは何年ぐらいやってたんですか？8年やって。え、長い。え、じゃ結構最近までですか？実は2008年までやってましたね。全然最近ですよね。そうなんですね。え、ちなみに何年生まれですか？平成7年です。ちょっと待って、2000 1995年。あ、そうかそうか、あ、それそうだけど、平成なんだ。え、すごいですね。前ですね。最近だよ。最近ですよね。この間生まれた感じですよ。そうそうそう。なるほど。じゃあ8年間レーサーやってましたね。やってたんですね。すごい、なんか、ね、分からないもんですね、言われてみないと。え、ちょっと体触ってもいいですか？あ、今ねブヨブヨなんですよ。ええー、そうなん。でも腕とか、腕とかしていいですか？うん、いや違う、何も。え、今近いました。入れてないですよ。すごい。硬かったですね。ねえ、だってやっぱ本物のやっぱりプロっていうのはやっぱ違いますよね。え、なんで？振動がやばい。なんか生ガガガガ。ああ、やばかったですか？やばかったですか？うん、最初はね、なんかね、あのずっと吐き気する感じ。エンジンがすぐ真後ろにあるから。そうですよね。でもあれがどんどん快感になっていったりする。いや、なんないです。なんないの？なんないの？全部否定？そうなんですね。え、なんか普通普段今
でも車乗ったりとかするときにやっぱ飛ばしちゃったりとかするの、うん、免許持ってないんですよ僕。ええちょっと待って、うん、取り消しになっちゃって。何があったんですか。こんなことってあるの。そうスピード違反で取り消しになって。うわちょっと一番いけないパターンじゃないですか。来月取りに行きますけどね。そうなんですね、はい、まあ言っちゃ、まあ、言っちゃいましたよね、うん、もう何キロオーバーですか。だいぶですか。だいぶっぽいですね。だいぶ来ました、ね、危ない。まあでも今後はね免許戻ってきたら気をつけて、うん、そうですね。もう車運転しないようにしようかな。ああもうそれも一理あります。一理あるじゃなくて、まあ、一つの方法ですよね。そう愛車はね小田急線、はい、交通機関なんか今のいただき愛車は小田急線で。なるほど。でその8年レーサーをされてて、うん、えそれからですか。そう やめて、はい、でフラフラしてたんですけど。フラフラ、うん、そうなんですね。フラフラしてフラフラして仕事しなきゃなと思ったんですけど、はい、僕履歴書見てもどこの会社も取ってくんないんですよ。まあ就職活動してないですけど。なるほどね、うん、いやなるほどね。え高校は卒業されて、高校卒業してで、ね、で大学も卒業して。大学もやっぱり卒業されてたんですね、はい、でそれから8年間レーサーをされて、大学中からずっとレースやってて、はいはいはい、なんとか卒業してみたいな。なるほど。それでじゃあ一応はいろいろと就職しようとしたわけですね。会社に してないんです。え履歴書とか結構出した。いや履歴書書いてみても、はい、なんか多分どこも通んないなと思って。あ思って。そうそうそう。なるほど。まあ、それで、まあ、自分で会社作って。あそんな単純な。うんそう本当に軽いノリで作りましたね、うん、あじゃあ来週あたりじゃ会社作ろうかなみたいな。ちょっといいのずるいずるい。ちょっと来週一緒に作りましょうよ。じゃ あ本当だ。こんな感じで作ってくれませんか。作りますよ。おおちゃんとはい。本当だって登記すりゃいいだけだからね。登記すりゃいい。そうなんですか。そんな安易な感じでいいんですか。そうですそうです。あとは、まあはい、何をするかはい、もちろんそこはねコンセプト主なの。自分もちょっと会社立ち上げようかな。もう会社なんかすぐ金払えば作れるから。ちょっとそんなことは一応いきますよ、うん、ラブピース13番さんこんにちは。こんにちは。はい。こうやって飲む茶田さんも増えていくのでね、はい、いろいろと質問などあったらね質問してください、はい、そんな感じで作られたんですか。そうですそうです。まあ細かい話すれば、はい、一緒に仕事を引き回ってる、ねはい、韓国人 の, 女, の、うん、女性の方、はい、まあ、ワーキングホリデーで来てたからビザが切れちゃうんですよ。そうなんだ。で一緒に会社やるのにビザ取んなきゃいけないじゃないですか、はいはい、そうすると法人格って、まあ、会社じゃないと取れないんで。そうですよね。じゃあの会社作って始めようかって言って。そのために。そう、まあ、そのためにっていうのもやりたい仕事があったんですけど。すごいですね。でその女の子もじゃあそのビザがあるからねもう日本で入れますもんね。そうなんですね。でもさそのじゃあ会社はお金があったら作れるよって言いますけど、それ以前にやっぱりこういうことがしたいだったりとか、はい、そういった強いものっていうのはもちろんあったんですよね。まあ、一つは環境関係の仕事をしたいなっていうのがずっとあって、はい、っていうのがまあ、あったんですね。レースやってずっと環境破壊してるっぽいイメージじゃないですか。まあ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 ね、はい。で、まあ、スポンサーからいろいろね支援いただいてたんですけど、はい、まあこのご時世ねこういう時代だから環境にちょっと配慮した方がいいんじゃないのみたいなことを言われて、でそこから環境事業やりたくてやりたくていろいろそれもずっと探してたんです。レーサーの時から思われてた。ちょっとできました。あじゃあもうちょっとまたお話ししたいと思うので、はい、今までに見たことないような、はい、あ本当ですか。ちょっと美味しそう。しかもキンキンに冷えたビールをのジョッキビあなんだジョッキに、うん、ビールを入れちゃったみたいな。ビールを入れちゃったのその器バージョン。ごめんなさい全く理解できなかったですよ。器は調理器そこにキンキンに冷やした、はい、ビールに生ビールを入れたようなそうです。なるほど。じゃあひんやりしてるわけですね。それが言いたかった。はい、ちょっとおろしも乗ってるじゃないですか。大根おろし。いやーこれちょっと新しいですね。こちらがもう一度お願いいたします。はい、淡麗醤油ラベルエクストラコールドです。イエイ。こちらっていうのは夏限定なんですか。はい、今の冷やしメニュー。いつからですか。あもうやってます。やってますか。今日、はい、今日から、はい、いつまで。ちょ8月の末まで末までやられてるんですね、はい、ではじゃあどうですかちょっとすごいね。先日豚骨ラーメン召し上がられたんですもんね、はい、流れ星流れ星本日はちょっと冷やし麺ということで、はい、
どうぞどうぞ伊藤さん箸を手に。そうですよ。本当に。しかもなめこも入ってます。恥ずかしいです。すごい。女子みんなで食いついて見てる。ひろみさんがですね、エクストラコールド気になるとてもって来てます。いただきます。はい。すごいわさび。あ、すごい醤油がしっかりしてて。おお。ね、先ほどキンキンに冷やしたビールのようにっておっしゃってましたが、冷たいですか、ひんやり。いや、冷たいです。おお、いいですね。見られてるときも食べるの。そうですそうですよ、食べにくいですよね。やっぱり説明の仕方変ですか。え、何ですか。何ですか。気にしちゃう。あの、いいですか、ちょっと今伊藤さん食べてるんでちょっと黙ってもらっていいですかみたいな。いや、すごい細い麺がまた、うん、おいしそう。なんかすごい腰ありそう、うんうん、あのスパゲッティのカッペリーニみたいな感じの、はい、なるほどね。あ、確かになんか結構細いね、麺ですよね。いや、美味しい。こちら何麺なんですか。あ、細麺です。細麺だ普通に普通に細麺です。すごいな、なんか夏の暑い日にこの冷たいラーメンを食べて体をこう、うん、ひやりひやりとね、なんかさっぱりしてて、はい、大根おろしがね、麺に絡んですごく、ちょっと、ね、さっきね、結構たっぷりわさびも入ってらっしゃったよね。わさび全部、あ、わさび全部入れちゃう。混ぜ混ぜして、あと何、なんかキクラゲとか、あ、昆布ですね。昆布、はい、昆布美味しそう。そう、なんかふりかけみたいなんですか。あの、粒粒がキノコフレークだったんです。ああ、え、キノコフレーク、はい、そちらもオリジナルで作られたんですか。です、ね、はい、すごい。あの、素揚げして、うん、はい、おっしゃってましたね。パリパリ、カリカリになってんのはキノコフレークがカリカリになってるのがだんだんスープに溶けてグニャグニャってなってきて戻ってくるんですよね。キノコの感じに戻るわけですね、はいはいはい、あ、全然この間の豚骨と違いますそうですね、もうガラリと違うんじゃないですか。いいですね、気分によってね。なんかここ結構こってりね、行きたいって時はね、流れ星行ってもいいし。こちらのラーメンはおいくらなんですか。ちなみに750円って言ってます。いい、安いですね。美味しい、美味しい、うん、なんかもうすぐババッとね、行ってしまいそうなぐらい。いや、スルッと来ますね。え、いや、でもこれもちろんなんか暑い夏はね、やっぱりちょっとひんやりしたいって男性にも人気っぽいですけど、やっぱ女性にもあっさりいけそうですからね。そうですね、さっぱりと。いいですね。なんかこうお年を召した方にもね、そうですね、なんか人気が出そうな、うん、そうですね。あとお子様とか、うん、なんか暑くてフンフンしなくても、そうですよね、うん、海苔がまた絡んですごい美味しい海苔、うん、いいですね。なんかいろいろと、なんかラーメンって、うん、あの、熱いイメージが強いじゃないですか。強いですね。で、冷やしラーメンってどういうものか分かんない人も結構多いと思うんですけども、確かにそうかもしれないです。冷たいラーメンっていうのはこういうのがあるんだよっていうのを伝えていければいいなと思って作ってる時にめっちゃ後ろ姿がかっこよかったです。おー、そっちそうそうそう、見てね、かっこよですか。かっこよかった。家近いから家行っちゃうから気をつけてくださいね、本当に。前とかうろうろしちゃう前で待ち伏せしているみたいなね。ひろみさん、うまそう、もう販売してるんでしょうかって来てますが、本日から、あ、もうあの、やってますんで、あ、ぜひいつでも。いいですね。月曜日、火曜日は淡麗塩ラベルエクストラコールド、今日は醤油ラベルのエクストラコールド、こちらで、はい、曜日によって、そうですね、呼び方が違うんですか。メニューが、商品が違います。そうなんですね、はい、そういうのっていうのは例えばインターネットのホームページだったりとかにも、あ、はいはい、もちろんですよ、書かれてるわけですね、はい。なるほど、じゃ食べたい曜日に行って、はい、あ、いいですね。じゃあ月曜日は行って何曜日は何食べるとかね、はい、そうですね、変えられますからね、はい。この商品を作るまでにどれくらいの時間っていうか、醤油ラーメンを作るのにちょっと時間がかかってたんで、はい、具材とかなんでこういうのにしたのかな、はい、もう本当イメージです。イメージ、はい、インスピレーションですか。でもね、キノコでやりたいってずっとおっしゃってましたからね。そうですね、それとの、はい、ひろみさんがですね、醤油好きなので今日行こうかしらって。ぜひぜひお待ちしております。本当、ひろみさん先週のですねラーメン屋さん、きび太郎さん、あ、先週先々週かなとかも行かれてて、結構いろいろと行かれてるんですね、ぜひ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 お待ちしております。はい、そしてこちらなんですけども、営業時間が午前中の11時半から午後15時まで、そして休憩を挟んで、はい、夕方の5時半から夜の10時半まで、はい、で土曜日が11時半からつなげてで10時半までですね、はい、定休日が日月火、はい、
月曜日火曜日は、はい、お店の屋号を変えて、はい、マイルストーンってお店で、はい、豚骨じゃなくて塩ラーメンをメインでやってるんですよ。そうなんですね。なので冷やしのエクストラコールドも塩のエクストラコールド、はい、あ月間は、はい、そうかっこいいね。メンバー流れ星ってありますけど、こちらにもメンバーマイルストーンってあるんですね、はい、マイルストーンっていうのはどういう、マイルストーンっていうのは、アメリカで1マイルごとに石を置いて、うん、道路標識にしてたことがあったみたいですね、はいはい、でそういうことからマイルストーンっていうのは中間目標っていうふうに位置づけられてて、はい、で僕も豚骨でスタートしたんですけど、鶏ガラだったり、まあっさりした醤油とか塩とかいろんなラーメン作っていきたいなっていうのは独立する前からあったので、あったんですね、中間目標が達成できたってことでお店の屋号を変えてメンバーマイルストーンで、はいはい、かっこいいですね。じゃあ流れ星ってどういう、流れ星はもう、はい、まあ、やっぱり小さい子からおじいちゃんおばあちゃんまで食べられるようなものを作ってラーメン屋さんやりたいなって思いを込めて流れ星ってお店と呼びやすいようにひらがなでっていうふうに、はい、なるほどね、素敵ですよね、はい、あと僕も、まあ、夢だったんで、うん、ラーメン屋さんやることが、そっかそっか、はい、そういうのも全て含めて、はいはい、なるほど。そしてね、帽子にも星マークありますからね、はい、ありがとうございます。そんな、ですね、伊藤さん、はい、完食されたんじゃないですか。おいしかったでしょうね。美味しかったです。今もなんかずっとキノコ の、うん、風味が口の中に残ってて、あ、本当ですか、うん、なんかきなこっぽいもの、あ、きなこじゃない、なめこか、なめこなめこっぽい感じのものとかも入ってる、はい、そうですね、はい、いやー、でも美味しそう、750円でね、こちらラーメンね、いっぱい。替え玉みたいのはないんですか。替え玉はやってないです。大盛りはやってますね。おー、はい、じゃあ大盛りもあるということでね、はい、でも大盛りでも全然消しやすいですよね。いや、つるっといけます、うん、つるっといっちゃいますもんね。いや、まあ、ごちそうさまでしたですね。こちらのメニューは8月の末までやっているということなのでね、ぜひ夏限定のメニューということで、はい、ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、そして続いていきたいと思うんですけど、先ほどの話の続きに行きます。開業されたわけじゃないですか。そして、はい、先ほど開業されたところまで話しましたもんね、はい、ちょうどそのぐらいまで、はい、で、まあ、まずいろいろと戸惑ったこととかあったんじゃないですか。そうですね、壁はいっぱい実はやっぱり豚骨でスタートしたんですけど、最後豚骨でね、はい、されたわけですね。近所の皆さんが、はい、結構やっぱ年配の方が多かったりとか、あ、醤油ラーメン食べたいっていうふうに、なるほど、言われることが多くて、それってオープンされた時からもう蒲田で、場所は、そうですね、なるほど、はい、はい、オープンしてからそれをすごく言われるようになったんで、まあ、醤油ラーメンだったりあっさりしたものっていうのも考えていきたいなって思って、うん、まあ、こういう商品だったりって、あ、そうなんだ。最初はもう豚骨だけで言ってたんですけども、はい、 そうですね、はい、そうなんだ。じゃあ豚骨でやりながらも、はい、皆様のニーズに答えしながらやってる、うん、はい、そうなんだ。じゃあそのオープン当初ですよね、うん、とかっていうのはもうその一応メインのお店出すラーメンもやらなきゃいけないし、うん、開発もしなきゃいけないし、そうですね、はい、もうやっぱ本当オープンして3ヶ月ぐらいはラーメンしかやってなかったんで、ああ、そうなんですね、はい、その時でちなみにその貝原船長と、はい、あの船員は何人いたんですか。船員は当初2、3人ですよ。あ、でも2、3人いたんですね、はいはいはい、みんなで協力しながら、そうですね、だってあの仕込みだったりもあるし、でも新しいラーメンも作っていかなきゃいけないし、はい、そうですね、寝る時間もほとんどなかったんじゃないですか。いえいえ、まあってぐらいね、まあ、でもね、はね、まあ、そんな時期もありますからね、はい、そうなんだ。じゃあ結構年配の方が来ていただいて、でもいろいろアドバイスを逆にくれたってことですよね。そうですね、はい、そういうのもなんかこう、はい、店長のお人柄だからこそこう言える意見、やっぱり僕も皆さんに食べてもらえるような商品作っていきたいなっていうのがあったんで、うん、はい、キノコ使っていろんな、うん、素材のものと合わせたりとか、はい、まあっさりしたものを、まあ、最近は多いかもしれないですけども、はいはいはい、やってるところですね。なるほどね。逆になんかそのお客さんからちょっとね、アドバイスいただくことが逆に励みになったりとかも、僕自身もいろんなスープ取ったりするの好きなんで、うんうんうん、皆さんが美味しいって言ってくれるものを作る方が楽しいんで、やっぱりそうですよ ね、はい、やっぱり美味しいって全部食べて帰ってくれる時の喜びっていうのは、そうですね、何にも代え難い喜びっていうのがあるんじゃないですかね、はい、
なるほどね。じゃあその開業したのが今から2年前ということですか。そうですね、2年弱前。そうですよね、はい、来月で2周年。来月の12日で2周年ですね。すごいな、あっという間だったんじゃないですか、はい、そうですね、いろんなことあったなっていうのはねえ、はい、もう感慨深いですねえ、でもオープンしてまだホヤホヤって言ったらホヤホヤのうちに入るぐらいですから2年ですからね。はい、そのオープン当初だってそのみんなに広めていくためにどういう作戦というか、はい、作戦はい、なんかこういやもう僕はでも結構いっぱいいっぱい、うん、いっぱいいっぱい丁寧にラーメン作ってれば、はい、美味しいもの出してれば来るか、いつか来ると思って3ヶ月はちょっと辛抱してました。そうなんですね、はい、じゃあもう何も例えば広告打ったりとか、あんまり、まあ、ブログをオープンする前からやってたぐらいですね、うん、そうなんですね、はい、すごい。それでじゃあもうオープンしてやっぱご近所の方からどん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 、そうですね、口コミだったりとかね、はいはい、そういうので広まっていってっていう、はい、やっぱ最初の3ヶ月っていうのはお客さんがなんかもう来ないって言ってきて、オープンしてすぐの時はやっぱり、はい、まあ、皆さんに注目してもらったりとかっていうのもあったんですけども、はい、まあ、6月オープンだったんで、はいはい、7月とか8月で、うん、でつけ麺もやってなくて冷やし麺もやってなかったんで、で僕自身もつけ麺作んなきゃって思いながらなんかまだ、うん、これ美味しいと思うつけ麺ができてなかったりとか、そうだったんだ、そういうジレンマがあって、まあ、そうですよね、はい、いくら出せても納得いくものじゃないと意味がないですからね、そうですね、はいはい、そういうのがあって焦ってたりとか、どうしようかなっていうのはありましたね。じゃあ1年目の夏は冷やし麺だったりとか、はい、つけ麺ってなかった。そうです、まあ、つけ麺がギリ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 8月ぐらいにできたっていう、ちょっと間に合ったんですね、はい、じゃあそんなとこですね、間に合って出されたんですね、はいはい、そうなんです、なんかいろんな愛が詰まってできたラーメンたちなんですね。そうですよね、いろんな思いがね、思いと強い、そうですね、もう本当に泣きそうなんですけど、感動番組、ね、もし泣いたら胸貸してあげてください、すいませんいやでも本当そうですよね、はい、なるほどね、そっか。そして3ヶ月、まあ、その夏も1年超えて、うん、今もだ2年目の夏に入る、突入する時ですもんね、うん、そうですね。じゃあこの冷やし麺っていうのは今年は、この醤油は今年初めてやってますね、うん、醤油は、あ、じゃあ塩は去年、はい、去年の、まあ、うん、去年からやってますね、去年から7月ぐらいからですかね、はい、そうなんですね、はい、どうですか人気の方はこちらの冷やし麺去年、まあ、塩の冷やしが、うん、まあ、僕も満足できるもので、はい、まあ、お客様にも反応が良かったんで、今年はもう結構早くから出してもいいなって思うのがあったんで、はい、もう今からもうスタートしてますんで。お、そうなんですね、はい、まあ、でも今日とかも結構暑かったりするので、ね、そうですね、昼間は結構暑いんで、なるほどね、はい。そしてですね、いろいろと苦労したこともあると思うんですけども、今現在実際に運営されてみていかがですかね、いかがですかね、そうですね、はい、まあ、もうだいぶ充実してきて、はい、まあ、冷やしメニューだったりとかっても充実してきてるんで、はい、今年はもうなんか本当に おかげさまで、うん、横浜の方の、まあ、ラーメン屋さんのつながりだったりとか、うんうん、浜麺店主会って言って、はい、来月から、夏麺スタンプラリーっていうのをやるんですけど、楽しそう、何何それ、はい、横浜の方の、まあ、うちは蒲田なんですけどそうですよね、お店とコラボして、はい、冷やしメニューを食べてもらおうっていう企画すごい、はい、何店舗ぐらい参加されるんですか。そうです、12店舗、ね、あ、結構な、はい、あ、全部店名が書いてあるんですね。僕は湯河原、はい、あ、湯河原あ、ちなみにこちらですねマイルストーン、はい、そうですね、あ、流れ星、はい、アットマークマイルストーン、はい、蒲田、はい、おお、これ横浜？はい、横浜の方のお店がメインでやってますね、はいはい、じゃあここ全部行ってスタンプがお店に置いてあるんですか。はい、スタンプを、まあ、いろんなお店のスタンプ集めて、はい、景品をもらえるっていう。ああ、いい、欲しいね、そういうの楽しいですもんね、はい、夏休み子供なんかもね、うん、はい、そうですね。どう、12店舗だって先週4店舗食べたでしょ。いけますね、私いけるんじゃない。3ヶ月やってます。3ヶ月もあるって。本当にちょうどいいじゃない。8月の末まででもうちのお客さんで、はい、本当に僕は去年これはもちろん出てなかったんですけど、はい、うちのお客様で 14個スタンプ食べた。14週ってこと。そうですね、だから150杯ぐらい。すごい、ちゃんと そんだけ14種類の景品を欲しくて、
それだけいい原因ってことですか。まあ、もう本当みんなそれぞれ用意してるんですけども、ビールジョッキだったり、あいいね、ラーメンの丼だったり、ラーメンの丼とか、はい、買えないものだったりするんですよね。そう、まあそうですね。うちも初めて、流れ星のロゴ入りの、まあ、これはちょっと大きいんでつけ麺用の丼に作ります。ね。普段ラーメンとか行きます？結構しょっちゅう行きます、ね、あ、やっぱしょっちゅう行かれる。週末は自分で作ったりします。あ、ラーメンを作られたら結構本格的に行くんですか？いや、もう全然ね、お仕事していらっしゃる人の前ではあれなんですけど、いやいやいや乾物屋行って、この間はホタテの貝柱とか、うそ、アゴとか、いろいろ煮干しとか買ってきて、結構凝ってらっしゃる。本格的。週末は花まさ行ってね、豚骨買って肉買って、豚骨割ってからこう、え、すごい的に楽しいっすよね。そうなんですね。油とかもね、エビでこう油作って香り出したりとか、はい、ご自宅で。そう、週末はもう引きこもりですよ、家で。引きこもり、ラーメンの研究に。素晴らしい休日です。おお、そうですよね。え、なんかこういつかラーメン屋にっていうような。いやいや、もうそんなおこがましいんで。おこがましいじゃないって、なんかね、企んでそうですよね。どうですか。そんなことないですけど。本当ですか。いや、でも、まあ、本格的にラーメンもされてるということですよ、ね、いやいや、本格的ないです。あ、いや、まあまあ、でも趣味で、趣味でも素晴らしい趣味ですよね。食べ歩く方が楽しいですよ。うん、だってこれね、そう、これ食べ歩いて僕もやりたいんですね。どうやって始められるんですか。うん、来週の金曜日から、はい、まあ、各店でスタンプカード配り始めるんで。配り始めるんですね、はい。で、まあ、一応来週いいのかな、来週5日発売の横浜ウォーカーさんに、はい、まあ、その概要だったりとか、おー、ないね、詳しい、はいはい、詳細が書かれてるわけですね、はいはい、そうなんですね。来週発売のラーメン、はい、これが発売して、はい、なるほど、はい、雑誌の方にもね、はい、されるということなので、はい、なるほど。そういったこともね、ホームページだったりとかにもいろいろ書いていくんですもんね、はい、ブログもやられてますからね、はい、ツイッターもここに書いてあります。あ、書いてありますね。あ、ちなみに私もツイッターやってるんで。ちょいちょい出てくるね。うちもやってます。うちもやってます。伊藤さんは。僕あんまりつぶやいてないですけど。あ、つぶやいてないけど一応あるんですね。私もやってるんで。もうちょいちょいうるさい。ホラワー増やそうって。大事大事。そうなんですね。まあでもオーナーさん同士ですからね、一応どうですかね。いや、まあ、まあ、ご年齢で言ったらね、伊藤さんが、伊藤さん会社設立されて、はい、はい、今3期目です、ね、3期目、3年目っていうことですか。です、ね、そうなんですね。ちょっと先輩な感じですよ ね、 すね、2年目と3年目ですからね、はい、2009年ですか。2010年ですね。あ、3年目、ちょうど2期終わって、はい、僕丸2周年が終わってちょっとです。あ、あんまり変わらないぐらいです。そうですね。そうなんです、ね、下2010年。あ、仲間で。頑張りましょう。でもいいですよね、こうオーナーさん同士が集まると結構ね、あ、そうそうってこうなんかな、共感するような部分って結構あるんだと思うんですよ ね、 例えば立ち止まっちゃう、苦労する部分だったりとかね、人の育て方だったりとか、はい、そういった部分で。そうですね。うん、うち放牧ですけどね。そういうスタンスなわけですね。結構自由にやってます、ね、そうなんですね。船長は。うち、僕も結構緩い感じなんで、僕自身が緩い感じなんで、やっぱり、まあ、まあでも、見て、社会的に普通に、普通の程度であれば、そんなには怒んないです。あ、そうなんですか。怒る。まあ、僕の後輩でちょっと、あ、まあ、ちょっと最近あったら怒ったのはありますけど、ね。あ、例えばどんな、仕事中ですか。いやいや、もう本当、あ、もう仕事、あ、仕事で。仕事で、まあ、マナーですよね。マナーの方やってますよね。でも逆にやっぱすごく、はい、下の子たちも怒られてね、うん、そうですね、なきゃ分からないことも正直あると思いますし、はいはい、友達じゃないんで別に、うん、そうです、仕事してる時は、そう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 、だから結構その時はぐっと胸が痛くても、時間が経つとやっぱりあの時言われてよかったなって絶対思うと思うんですよね。ね、伊藤さんは。僕はね、はい、あんまり怒れる立場じゃないから。え、怒れない。そうなんですか。まあ、でも優しそうですね、確かに。なんか怒んないです。自由にやってごらんみたいな。も自由に。なんかお父さんみたいな風格がありますけども。いやいやいや、取っただけですよ。いや、そんなことないですよ。なるほどね。その株式会社ジワックスということで、いろいろとね、
その先ほども環境事業だったりとか、はい、教育コンサルタントもされていたりとか。まあ、教育コンサルタントはあんまりやってないですけど、環境事業がメイン。環境事業、あと広告だったり、ホームページデザイン制作なんかも別の会社です。うん、別の会社でされて、あのグループ会社みたいな。まあ、僕が株主なだけで、別の会社で。なるほど、すごいですね、株主となんて。方向性が違うんですよ。ああ、それぞれの方向性が、うん、あの環境の方はあの、まあ、上場したいなと思ってるんで、いずれ自分の会社じゃなくなるかもしれないし。そうなんですか。であとはでも従業員守ってかなきゃいけないんで。そうですよね。もう一つの方の会社は全くあの従業員給料払うための会社で、素晴らしい。ちょっと頑張んなきゃね。素晴らしくないんですよ。夢を追っかけてるだけなんで。いや、でもそれが大事なんじゃないですか、やっぱり。そうですか、ね。うん、今でもやっぱり夢があるわけじゃないですか。そうだからね、あの、うまいのって、はい、人参こうやってぶら下げられてこう走ってる感じ。でもその人参があることがもう幸せだし、まあそうですよね。人参がないとどこ向かって走っていいかなってわからないじゃないですか。うん、そうなんです。その明確な人参があるわけですもんね。そうですね、まあ、週末は鍋に入れてますけどラーメンと一緒に、ラーメンとね、骨とね、いろいろとね。なるほど。その船長も、はい、やっぱまだ夢満ち溢れてるじゃないですか。まだまだこれからも ね、今後なんかこうのれなんかね、いろいろと複数の店舗展開なんかね。あ、もう本当僕は船を出すことだけしか考えてないです。そうね、先ほどもうしょっぱなからおっしゃってましたからね。早く2つ目の船を出したいって、はい、あと美味しいラーメンをこれからも作り続けていきたいなって、うんうん、たくさんの人にね、はい、幸せを与えていってくださいよ、はい、そんな船長にとってね、はい、ラーメンとは何ですかね。ラーメンですか、はい、ラーメンは、はい、ラーメンとはってことですね。そうですね。そばとかうどんは、はい、本当日本人が結構古くから馴染みがあるものだと思うんですけど、はい、ラーメンはこの10年間ぐらいですっごい急成長したもので、確かにそうですね。で、新しくつけ麺とか油そばとか、はい、あのできて、はい、あ、初めて食べるって人とかも多いと思うんですけども、はい、まあ、そんな中ですごいまだまだあのいろんな可能性があるものだと。なるほどね、はい、ラーメンとは、まあ、はい、いろいろと可能性のあるも と、はい、ものということで、はい、素敵なありがとうございました、ね、そろそろお時間になりますが、はい、ね、今日いただいたラーメンも美味しかったですよね、はい、いや美味しかったです、ね、8月末までやってるということで、はい、ね、ぜひ行きます。でもね、もう一回、ね、食べたいんですよね、あの流れ星。あ、先ほど豚骨の、はい、あの食べて店出た後に、はい、ちょっと、ま、ちょ、もう大盛りすればよかったかな。あ、でもそれですよね。なんかそう大引くっていうか、なるほど、次また食べたいって思わせるようなね、ラーメンなんですね。近くにあればなと思って。あ、そっかそっか。じゃあいいんです、私は。じゃあぜひが近いね、行かれてみてください。はい、ということで森本彩香のメントーク、皆さんいかがでしたでしょうか。毎週木曜日の夕方4時から1時間の公開生放送でお送りいたしております、こちらの場所は渋谷のセンター街、渋谷区宇田川町24-6の、ラーメン屋さんが入っているビルの5階になります。皆さんぜひ遊びに来てください。はい、ということで今日のお店は、船場流れ星の貝原船長でした。メンバーです。メンバーで集まってた。ごめんなさい、メンバー流れ星貝原船長、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そして本日のゲストは株式会社 G-MAX 代表の伊藤武秀さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、そして本日のメンガール、森美春奈ちゃん、石田奈々穂ちゃん、及川雅美ちゃん、石川佳穂ちゃん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。来週木曜日の夕方4時にまたお会いしましょう。せーの、バイバーイ。